はい、本日はですね、30代以上の方にお勧めする、リュックをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、冒頭の方に30代以上の方にということなんですけども、やっぱり20代の時とかってあんまりちょっとお金に余裕がなかったりとか、社会人になりだしてちょっとすぐやったりとかして厳しいことはあるかなと思うんですけど、30代ぐらいから少しずつね、余裕が出てくるかなと思いますので、その本格的なリュック、どうせ買うんやったら長く使える方がいいじゃないですか。で、特にリュックとかって、毎日の仕事はもちろんそうやし、休日でも使えたりとか、あと趣味のね、釣りとか、あとキャンプとかでも使うっていう方もいらっしゃったりしますので、中途半端なものを買ってすぐボロボロにするんやったらもう頑丈なものを買って長く持とうじゃないかという私のチャンネルのコンセプトにぴったりのリュックをね、こちら4つ並べさせていただいておりますので、本日の流れとしてはですね、おすすめのリュック4つをですね、とりあえず紹介していきます。で、なんでおすすめなんかっていうのをですね、ダラダラダラとお話はしていくんですけども、特に僕が重要としてるのがですね、いちいち荷物を入れ替えないと。例えば雨の日はこれにしよう、風の日はこれにしよう、趣味の時はこれにしよう、もうそんなことめんどくさいから、もうとりあえず入れっぱなしにした状態で毎日持っていけるというのが素晴らしいリュックになっている激戦リュックかなと思いますので、ご紹介していこうと思います。ではですね、まず一つ目というのがですね、こちらアロー22です。あ、これですかと、こんなん知ってるから別におすすめされんでも分かってますよと言いたいところはあると思うんです。ちょっと待ってくださいね。よくですね、これ防水ですとかって言ったりするんで、雨の日とかね、持てるっていうのは言ったりするけど、ほんまに防水ですかと、そういうところは見ていこうじゃないかというところでね、リュックの方にこう水をどんどんかけていきましょう。そしたらほんまにこう防水なんかっていうのがこう見て取れると思うんですけど、こうやって自転車とか乗っててもね、急な雨が来ても、ちゃんと水をね弾いていってくれてますよということなんですが、さすがにちょっと大雨やったらねきついかもしれません。ただ普通の小雨とか普通の雨程度やったら、こういうねジップの横のところもね、防水というか止水ジップになってますので、こっから水は入ってこないんですが、この横のとこはナイロンなんですよね。そやからさすがにここは濡れちゃうと思いますが、まあ表面はね濡れないということで、こう雨とかにもね対応はねできるんかなと思います。ってなってきたらですよ、いちいち雨やから入れ替えようかとかっていうことはなく、もうこれに入れた状態で毎日お出かけができるという、朝の時間っていうのはですね、ほんまにコーヒー一杯飲むたった5分の時間があればですね、人間っていうのは幸せになります。なのでこれを持つことによって朝の5分間が作れるんだと、こう入れ替えする時間がないんだと、これを毎日持っていけばいいんだっていうところで、このアロー22は人気あったりするんですけど、さらにね人気の特徴としては、こう見たらわかります、こう亀の甲羅みたいになってるでしょ、めちゃくちゃ背負いやすいやないかと、これ亀の甲羅やないかいって思う方も多いと思うんですけどもね、こうパッて背負ってみるとしっかりこう背中にこうフィットしてくるし、例えばチャリンコとか乗ろうと思ったらね、チャリンコの場合ってだいたい男性の相場ってこれでしょ、こういう風に背中曲がってるのが相場でしょ。まあママチャリやったらこうなってますけどね。でちなみに大阪の中学生とかやったらここになんでか知らんけど、なんかハイビスカスがつけたりとかしますし、大阪のおっちゃんはですね、ここになんでか知らんけどサイドミラーつけたりしてるんですね。なんであれつけてんやろなと思ったりするんですけども、まあ一般的にはねこうね前傾姿勢になるかなと思います。でその時にもしっかりこう見てください。綺麗に背中に沿ってくれるでしょ。だから結構荷物入ってたとしても、こうまんべんなく体にね体重が乗ってるんで、極端に肩だけきついとか、こう腰だけ当たってるとかっていうことなく、こう綺麗に沿ってくれてると。だから体重も分散してくれてるから、こう荷物も分散してくれてるっていうところで、これはよくチャリンコ乗ってる人もねよく見かけると思いますし、もちろん日常でもねこうやって歩いてても全然問題ないんですけども、そういう荷物をね感じにくくなってると。あ、だからアローって人気なんやねと、よく見るもんねっていうことなんですが、よくこれデメリットとかでも言われたりすることなんですけどね、この表側の防水のとこあるでしょ、これがねちょっと汚れやすいということで、見てもらったらなんかちょっと白いティッシュ、先のティッシュ拭いたカスとかもいっぱいついてあるし、だから例えばねこうやって折れ曲がったりとかしたら、この折れ曲がった跡とかがね若干ちょっと残ったりするらしいんですよ。そういうのがね気になるっていう方もいらっしゃるみたいなんですけど、これもアークテリクスの中でもちょっと高級なラインというかね、まあ3万円のリュックって多分アークの中でもまあそんなもんか、3万ぐらいかまあアークの中ではもう代表するようなリュックかなと思いますので、まずこちらが一つ目の激戦リュック。では2つ目いきたいなと思います。2つ目のリュックの激戦が何かと言いますと、これはちょっと通な感じかもしれません。ディフィーバッグ、あれ聞いたことないなと。アークテリクスかノースフェイスは聞いたことないけど、こちらのディフィーバッグはですね、アメリカのブランドなんですね。で、日本にもちょこちょこは入ってきてるんですけども、まだそんな公に大勢の人が持ってるわけじゃないから、例えばこうジャケットはね、ノースフェイスのこういうマウンテンジャケットで、まあどこにでもあるやないかいいうような感じやねんけども、リュックだけあれれと、ちょっと見たことないリュックあの人背負ってるのちょっとおしゃれじゃんっていうような感じにはなるかなと思うんですけども、これもね、水に強いんですよ。防水なんですよ。そやからね、また水かけていきましょう。こんな感じでね、いくら水をバーってかけていっても見えますかね。もう全然水を弾いてくれると。で、なんやったらアローよりも水にはこっちの方が強いんですよ。アローって例えば横はダメでしたよねとか言うてたんやけども、これは横でも前でも関係なく全部こう弾いてくれる生地を使ってると、いやすごいやないかってなるじゃないですか。ディフィーバッグちゃんすごいじゃないかと。これちなみに生地の名前がね、バリすげーナイロンということで覚えてもらったらいいんですけど、
バリスティックナイロンというね、バリスゲーナイロン、バリスティックナイロンというナイロンなんですけども、もちろん強度もあるし、でさらにこう水にも強いということで、これも朝の5分間を作っていただけます。まあコーヒー飲まない方はですね、葉巻でも吸ってはるんかな、まあ葉巻朝吸う時なんかはね、他のリュック背負ってたらいちいち入れ替えやなあかんねんけども、こういう防水のリュックやったら雨の日風の日、宮沢賢治スタイルですね、雨にも負けず風にも負けずといったような形でこれをずっと持っていけると。僕ちなみにこれをね街中で見たことないんでね、あんまり人と被るってことはねほぼほぼないと思います。ただ値段がちょっと高いです。これが最も僕が今回紹介する中で高くて5万円っていうことなんで、まあでも毎日ね使うこと考えたら、ほんま365日ずっと使うって考えると、まあもう3年ぐらい持ったらね、まあ1年間1万5000円ぐらいで、1万5000円ぐらいで持つとね、まあ3年間毎日使っても費用対効果としてはそんなに悪くないかなとは思います。まあただね、一つちょっと気になるところっていうのがですね、もう生地に関しては表も裏ももう完璧なんですよ。もう言うことないでっていうことなんですけども、ただこの背面のところの生地感が柔らかいっていうのって結構気になる人は気になるんかなかって思ったりするし、まあ、逆に綺麗に背中に沿いやすいというかね、もう角張った印象がないと言わればないんやけども、まあ、その辺はねちょっと好みがね出てくるかなと思いますが、いずれにしてもこのディフィーバッグはもうあんまりほんま街中で見えへんと。でもし見かけたら、あこれバリすげえナイロン使ってる人やんかっていう風に思っていただければいいと思うんですけど、こちらが2つ目で、次3つ目いきたいなと思うんですけど、3つ目が何かというと、ボクチンが使ってるやつなんですね。それは何かと言いますとですね、こちらブラックエンバーというリュックです。もうこれに関してはですね、散々今まで紹介はしてきてるんですけども、僕が今着てるこのノースフェイスというブランドってアメリカですよね、 USA になってると思うんですけども、ダパンプじゃない方の USA ですね、国の方の USA ということなんですけども、アメリカ合衆国ですね、合衆国の方で作られてるブランドなんですけど、そこのデザイナーさんがちょっとわし辞めますわと、もうやってられませんわって言ったんかどうか知らんけども、とにかく辞めたんですよ。辞めて自分で作ったっていうのがこれなんですよね。だから元ノースフェイスのデザイナーが作ったリュック、それなんですの、そうブラックエンバーっていうことで、こういった服着てる人とかにも合わせやすいんですよね。でも僕はね日頃から結構アウトドア系の服とか紹介することが多くて、もう持ってるの結構あるんですよ。だからこうアウトドアの服ともぴったり合うと。でこれもねなかなか日本で見えひんねんやけども、もう今となっては僕1年か2年ぐらい前からね紹介しだしてて、結構もういろんな日本のセレクトショップとかでもね出てるらしいです。知る人ぞ知るというところまではいかんけども、まあ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 、まあ、ブラックエンバーねみたいな感じになってるんですけどね。これも防水です。だから僕はバイク乗るときでも全然これで行きますし、で毎日これを使って出勤してて、パソコン入れたりとかで、パソコンも16インチまで入るんで、もうずっとこれ使ってるんですけど、これもね確か値段がまあ3万円台やったかなと思うんですけど、3年使ったらね1万2000円ずつぐらい、中途半端なリュック買うぐらいやったら、もうこういうちゃんとした頑丈なの使っといて、もう長く使うと。もちろん防水ですよ。水も濡れへんしということで、しっかり防水対応で、ジップとかも隙間から入ってこうへんようになってますので、雨の日でも使えるのはもちろんなんですけど、これの僕いいところはね何かというと、実は拡張できるんですよ。これ今20リットルという容量で、まあだいたいデイパックって日常こんなもんなんですけど、この真ん中のねジップを開けると、横にこうなんていうの、ピアノのねこういうピアノあるじゃないですか、あんな感じで広がるんですよ。ちょっとやってみましょうか。ここのね真ん中のジップをぐるーって開けていってあげると、キューって開けていくとですね、こんな感じでガバッと広がるんですよね。この分ガチャンと広がっていって30リットルまで増えるんですよね。これからギュッてこれぐらい広がって、こう旅先とかで、あお土産増えたなとかって思ったりしたら、このキュッて広げてあげたらね、確か10リットルぐらいまで増えたと思うんですけど、普段はこうやってねちっちゃめにしといてっていうような使い方ができるんで、旅行の時も使えるし、出張でも使えるし、まあ日頃でも使えると。ただこれ気づけてください、ブラックエンバーのこのフォージっていうモデルなんですけどね、拡張できへんバージョンもあるんですよ。それの方がちょっと値段安くて、まあ、拡張できるやつはもうちょっと高いんやけども、それね間違えないように、ね、していただきたいなと思って、僕の視聴者さんね間違えて拡張できへんやつ買っちゃったんです、まあまあでも気に入ってるからいいんですとは言ってはったんやけども、一応下にね拡張できるやつのリンクも貼ってますので、気になる方はね見ていただければいいかなと思うんですけども、これが3つ目。そして最後がですね、とは言いながらちょっとお値段が高かったですね。3万円5万円4万円ぐらいのね、ちょっと値段高めということだったんですけど、次は1万円台のやつを最後ご紹介します。それがですね、またまた出ました、アークテリクスです。で今回出てきた中でアークテリクスは出てきて、あとはまあディフィーバッグとかブラックエンバー出てきて、あれノースフェイス出てこうへんのとかね、あパタゴニア出てこうへんの、モンベル出てこうへんのって、まあ、もちろんそれぞれねこうお好きなねリュックのブランドとかってあると思うんですけど、僕個人的にはやっぱリュックといえばアークテリクスがやっぱ有名ブランドの中では強いなっていう印象なんですよ。作りとかもやっぱりちょっとちゃうなっていう、同じ値段出すにしても、例えば2万円出しました、ノースフェイスのリュックとこうアークのリュック比べたら、やっぱアークの方が個人的にはやっぱ
作りが品質高いなっていう印象があるんで、アークテリクスがね出てきてて、あとはまあ持ち屋ですよね。専門職、ブラックエンバーとかディフィーバッグとかはもう専門のところやからね、あのバッグの専門とかやからやっぱ強いんですけど、まあその中でもアウトドアやったらまあアークかなと思って、今回マンティス26が出てきました。これ1万円台やったら2万切るぐらいでね、確か購入できると思うんですけども、これに関してはもうコスパ重視、はっきり言うと防水じゃないし、ちょっと朝のコーヒーの時間作れないかもしれんけども割り切っちゃう、もうそれでもいいねんと。なんやったらもううち駅直結のマンション住んでますねんと、あのタワーマンション住んでて駅直結ですねんっていう方もね、僕の視聴者さん多いですので、まあ、そういう方はね別に濡れる心配なんか全くない。私は庶民と違うんだ、僕みたいな庶民はね日々ずぶ濡れになりながら出勤したり帰ったりしておりますが、上級国民の方はね濡れないということなんで、そういう方やったらもうこういうのでポンと持っておいてお出かけするというのはいいかもしれないですけど、まあ、上級国民の方は1万円台のリュックなんかちょっとどうかわからないんですけども、ちょっとご縁がないもんでね、まあこれはほんまにコスパですね、コスパがいいということでご紹介してます。もう水に関してはねほんまにあかんよいうとこはね見てもらったらわかるかなと思うんですけど、もうこれは一瞬弾いてるようには見えるかもしれないですけども、これ程度やったらギリいけるかなみたいな、もうこれ以上振っちゃうと中ビチョビチョ、もうパソコンとか入ってたら終わりっていう感じなんでね、まずはアークの品質を確かめたいとかっていう方はねいいかもしれないですよね。こういうマンティスを持っといて、あいいなと思って、もうちょっと水弾いてほしいなと思ったらアローまで行っちゃう。でアローはやっぱりこう後ろが濡れちゃうからやだなと思ったら、やっぱディフィーバッグとかもブラックエンバーもそのレベルまでちょっと行くっていうのが、まあ、個人的にはね一番そこがいいかなと思うんですけど、それが今回僕が紹介するバッグでした。まあ最初から言ってきます、まず一つ目ね、アロー出てきましたね。まあ防水というよりかはまあ水ちょっと強いよぐらいな感じで、次ディフィーバッグはね、これバリすげーナイロンやったよねっていうことで、あすごいやつやったねっていう印象ですよね。そして次このブラックエンバーがわしもノースベースやめますわ言うたブランドですよね。そして最後マンティス26はこれ上級国民の方のね、駅の直結タワーマンション住んでる方専用というリュックやったんですけども、そんなところでねおすすめのリュック4選というところになってました。まあこれから新生活で例えば新社会人になるとか、あと転勤で移動になるからね、ちょっと気持ちも一変してリュック新しくしようかなとかもそうやし、それ以外にもねもう単純にね新しい気持ちでね持っていきたいんやってリュック持っていきたいんやっていう方なんかもね、リュックをね新調したりするとやっぱ気持ちもねようなるじゃないですか。あんな仕事頑張ろうとかって思うしね、バリバリやったんでって思うじゃないですか。だからねまあそういうところで今回新年度に向けてリュックおすすめっていうと、まあこの辺が僕個人的なおすすめですよというお話をさせていただきました。ということで本日はですね厳選リュック4選をご紹介させていただいた後動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。